とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。ダウンロードコンテンツなしの装備で、一番おすすめは何でしょうかということですね。ありがとうございます。無難なのはこんな感じだと思います。弓に、ショート棒系。そして、防具は勇者。で、武器に、両刃斧か剣のユニーク。ですね。で、アーティファクトは、羽、ドラ、キノコ。この3つで間違いないと思います。で、武器なんですけども、必須のエンチャントは、リフレッシュです。リフレッシュは必ず入れてください。残りは火力を入れれば間違いないでしょう。で、防具ですね。防具に絶対必要なエンチャントは、ポーションバリアとクールダウン。この2つ。これは絶対です。で、弓がちょっと難しくって、ロールチャージかアーティファクトチャージ、それにバーストボーストリングと、クールダウンショット、この3つが入ってれば、間違いないですね。はい、ということでこんな装備で行ってみましょう。それではデイリークエスト行きます。連射コントローラーがあればさらにいいんですけども、今回は連射コントローラーなしっていうことでやっていきます。基本的にアーティファクトの羽で飛んでから、攻撃をしていきます。この羽で飛ぶと、バーストボーストリングとクールダウンショットっていうのが発動して、お、止まるな。アーティファクトがね、再使用時間が短くなります。なのでこれで、キノコとドラを高速回転させて、戦っていくっていう感じですね。で、HP 回復は、ポーションで回復します。ポーションで回復して、で、これが勇者の装備なので、40秒間で、ポーションが再度使えるようになりますので、まあ、回復はそれぐらいで追いつきます。うん、プラス、武器にリフレッシュがついてますので、さらに、ポーションを使う感覚が、短くなるっていう感じですね。OK。で、さらに言うと、この防具には、サプライズギフトが入ってます。ポーションを使うと、アイテムが2つ、もしくは1つ、形成されるようになるんですよね。で、それによって、こういうアイテムが出て、回復じゃない。速度が速くなったり攻撃が2倍になったりするので、さらに強いっていう感じですね。で、まあ、今回は連射コントローラー使ってないから、まあ、そんなに必要ないんですけども、連射コントローラーを使うのであれば、ものすごい矢を消費します。矢の消費が激しいんです。なので矢をたくさん取るようにしてください。まあまあこれは運なんだけどね、運なんですけども、まあ最初からソウルを貯めて、よし、複製した、複製はできないか、そうか、あれはそうね、ダウンロードコンテンツなんで、まあ、ダウンロードコンテンツがなければもう運です。矢が枯渇すると一気に戦力も、落ちますし、まあ、そこはちょっと注意して、いけばいいですかね。あまりぴょんぴょんしないとか、うん、連射コントローラーを切るとかすれば、間違いないでしょう。OK、行きましょう。やべ、これ結構強いぞ。でも、敵が強いにしても、よし。これは、よし。モーションバリアがついてるので、まあ大丈夫でしょう。旗全部取っていきますね。何がついた？あ、遠隔モブ 15% が成長のエンチャントを持ってますか。ああ、全然大丈夫です。OK。まあ、基本的に戦い方としてはこんな感じですね。無限ポーションバリアで、どんどんポーションバリア使って、敵のど真ん中に飛んでいってください。ポーションバリアさえあればね、なんとかなるんで。よっしゃ、いいね。
あとはこれで3つ目ですね。おお、トゲがいるぞ。OK、 脅威が2で、神秘が1ですね。今のところ残りの3つ探していきます。いた、めちゃくちゃ近くにいた。あ、そっちか。あ、でもこっちにもなんかいそうね。あ、こっちはいないか。なんか変なのはつかないでほしいけども、多分それなりのやつがつけばいいかな。おおお、でもまあこの土だからやられるっていうことはまずない。はてえな、あ、脅威3だからか。で、またいった。おお、今回結構いるぞ。あ、ちょっと待ってちょっと待って、脅威3になると結構きついな。脅威3結構きついわ。 OK、 はい。で、次はモブダメージが 190%。 めちゃくちゃ上がった。OK、 ではな、残りは一番最後のところだと思うんで、そこまで行きましょうか。いや、きついな、意外と。最後の1体発見で、エンチャンターめちゃくちゃいるな。 OK、 なんだ、ん、あ、プレイヤーダメージが 20% 減少。あー、 OKOKOK、 まあまあまあいけるでしょう。ちょっとボスまで行きまーす。いや、これきついなこれきつい。常時ポーションバリアじゃないととてもじゃないけどちょっと耐えれなくなってる。まあまあ、そうか、旗全部取ったデイリーは、まあ、そんな感じですよね。めちゃくちゃきつい。特にエンチャントで成長がついてるやついっぱい入れるんですよ。成長しまくったやつを食らうと、ワンパンでやられる。やべやべ、あぶね、よし、あぶね。では、まあまあまあ、ボスですね、いきましょうか。いや、思った以上にきつい。やっぱり、あ、そうか、モブダメージが上がりすぎてるからか、 190% はなかなかだもんな。よし、いや、勝てえ、これ勝てえわ、これ勝てえ。いや、でもいける。 OK、 いやいやいや、なかなか硬いやつでしたね。はい、ということで、今日はコメントありがとうございます。ダウンロードコンテンツなしでおすすめはこんな感じです。ショート棒系の弓をつけて、防具は勇者で、武器に両刃斧か剣のユニークで、アーティファクトは羽、ドラ、キノコ、これで間違いないと思います。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。